まず本件の判決は原告アワープラネット TV の請求がすべて棄却されました。原告の請求は国および国会記者会に対してそれぞれ請求がありましたけれども、国に対する請求、つまり国会記者会館を使用させろという請求については、安全管理上の問題があるので国がその記者会館を使わせなかったことについては行政裁量の範囲内だと、なので違法はないとしました。そして国会記者会に対する請求については、国会記者会が白石さんに、国会記者会館を使わせなかったことについては、そのような取り扱いをすることは問題がない、不平等ではないというふうに判断をしました。この判決の、この裁判を我々がやるにあたって、大きく言って2つ我々の方で問題意識を持って取り組んできました。一つはこの国会記者会館の在り方を世に問うことです。そしてもう一つは国会記者会館の使用の基準というものをどのようにするのがいいのか、これを、世間そしてマスメディアの皆さんに問うことが我々の問題意識でした。今の2つの問題意識という意味で、この判決には2つ問題点があります。1つは国会記者会館の実態、その使用の実態について判断を完全に誤ったことです。判決では国会記者会館は報道機関の国会取材の拠点である、そして国の広報事務を円滑に遂行するために提供する施設であるというふうにこの判決は言いました。そして国会記者会館という土地、そして建物まで渡して記者会に貸しているものなのにもかかわらず、ここ、東京地方裁判所の記者クラブ、このような部屋の延長であるというように判断しました。これがまずもって一つ問題点だと思います。そして判決はもう一つ問題点を明らかにしました。記者会が白石さんの使用を拒絶したことについては、当時白石さんのようなフリージャーナリスト、インターネットメディアを使用させることについて基準がなかったんだ、だからそういう基準がない状況で白石さんを入れなくても問題ない、アワープラネット TV を入れなくても問題ない、そういうふうに、判決は判断しています。しかし結局のところ、今も国会記者会館をフリーのメディア、インターネットメディアが使う基準なんていうものは全く定立されていません。そして当時だって白石さんが使用させてくれと申請したにもかかわらず、そしてその後十分に時間があったにもかかわらず、記者会は使わせられない、こう判断しました。結局のところ判決は記者会が白石さんを不当に排除したという実態から目を背け、そして不当に排除した基準を全く作ろうとしなかったという実態にも目を背けたのです。私から判決の問題点そして報告については以上です。今日の判決なんですけれども、今の小松さんからお話があった通りに、非常に、私から見ますと不当な判決だというふうに感じております。その最大の、ポイントですけれども、この、裁判そのものというのはメディアがメディアを排除するという、しかも何らかのですね、外形的なというか環境的に阻害する要因がないにもかかわらずですね、彼らがこの裁判の中では、裁判というか判決の中ではきちんとですね、事実が認定されておりませんけれども、実際のところ、その国会記者会の方々、事務局の方々がおっしゃっているのは、
インターネットメディアは新しいメディアで、まあ、大変広告なども増えてきていて、羽振りがいいんではないかと、自分たちと競合する、だからこの明治以来続いている国会記者会館の、まあ、既得権というか歴史的なものを手放すわけにはいかないと、これは 大変大きな仕事だということで、本当に率直にいつもおっしゃっていらっしゃいます。でそこから見ますと、まあ、今ここ東京地裁の会見室で会見させていただいているわけですけれども、今我々インターネットメディアですけれども、霞が関の各省庁にありますさまざまな記者室あるいは会見でのですね、質問あるいはその出席というのはほとんど叶えられていて、この5年間にですね、インターネットメディアといえども大手のマスメディアの皆さんと肩を並べて取材することに対して、まあ、非常に一歩も二歩も進んでいる現状だと思います。それは世界中のインターネットメディアが他のマスメディアとともにですね、いろいろなその権力の監視あるいはジャーナリズムとして活躍しているということと同時にそういうことが進んできていると思いますけれども、今回のこの判決ではそういった現状というか日本および世界の現状と全くそういった現状を見ずにですね、我々が求めているような重要なポイントを外して、しかも小松さんがおっしゃったように国会記者会館という歴史的には確かに日本で一番古い記者クラブだったと思いますけれども、当時とも実態の異なるこの会館の使用をめぐってですね、大変残念な事実認定、極めて何というか実態に合ってない、ものを採用しまして、この判決が出たことを大変残念に思っております。この対応どうされるおつもりでしょうか。控訴をさせていただくことにしました。今申し上げた通りですね、まず国会記者会館の使用をめぐり、この裁判は実は国会記者会というですね、おそらく社会部の皆さんも国会記者会館ってどういうふうに使われているか、あるいはどういうふうに管理されているかってあまりご存じないと思うんですけど、この裁判を通じていろんなことが分かってきました。国側の言っていること、そして国会記者会が言っていることというのは相反しているんですね。その相反したものがそのまま矛盾を抱えたまま判決に至ってしまいましたので、まあそういった部分も含めてですね、控訴審の中では主張をしていきたいというふうに思っておりますし、先ほども申し上げた通り本質的な部分ですね、今この時代にインターネットメディアで数が多いから取材させないっていう話が果たして通用するかどうかということも含めてきちんと取り組めればと思っております。今後主張していきたいというか、どういう主張を何にしていくか考えられますか。では私から、国会記者会館の、実態、まあ、使用の実態ですね、誰がどのように使っているか、どのような部屋があってどのような人がそこに入ることが許されるか、屋上には誰が入れるか、誰が、まあ、その使用を許可しているか、そういったところに関して、一審で率直に言って我々の、立証は不十分だったというふうに考えています。で、まあ、それについて裁判所が判断を誤ったことは我々のメッセージが足りなかっただと思います。なので、まあ、その国会記者会館の使用の実態をあぶり出すような、まあ、主張立証を控訴審で考えています。この判決もお手元にあるかと思うんですが、くれぐれも誤読しないでいただきたい点がありまして、それ最後のページなんですけれども、判決文の裁判官の名前が載っているページのちょっと上ですね。この判決は結果としてですね、こちらの請求を棄却していますが、しかし国会記者会に対してフリーハンドでですね、何をしてもいいですよということを認めているわけでは全くないんですね。それが具体的に書かれているのが括弧3というところの前の段落なんですけれど、ジャーナリストから使用許諾を求められた場合にどう対応するかということを事前に検討しておくことが必要になると。でそのような基準が当時存在しなかった状況の中で本件屋上の使用を認めなかったという、この当該行為に関しては、不正な動機による不平等な取り扱いであるということはできないというふうに書いている。つまり事前に調整をする、そのためのルール作りをしておく、そういったことが当時なかったので、
やむを得ないというふうに、まあ、この判決は判断をしていて、そのこと自体は我々不当だというふうに思ってますけれども、この判決の論理に従ったとしても国会記者会館がですね、今もってインターネットメディアやフリージャーナリストに対して、まさにこの記者会見場にインターネットメディアフリーの方が入れているのと同じようなですね、扱いをしていないことを、何らこの判決文というのは正当化しているわけではないと、むしろそういったものがですね、できていないこと自体がまあおかしいというふうに読むこともできるような判決文だと私は思っておりますので、その点を復元させていただきます。この裁判について注目している人たちの声としては、知る権利の保障というものがどのように認められるべきなのか、それからオルタナティブとか独立系のメディア、マスメディア以外の取材について取材から情報を得たいという人たちの声に応える、そういうシステムが実現するためにどう役立つのかということを注目してたと思うんですけれども、この判決はあまりそのインターネットメディアやフリーの方に何か配慮しているとか、その知る権利の重要性について新しい判断を下したとか、そういったメッセージというのは特にありません。それは率直に私は残念だと思っています。ただ、まあ一点あるとすればですね、そのこういったインターネットメディアが既存のメディアとどういう関係になるのか、インターネットメディアはどう違うのかといったところについて、少しだけコメントしている部分があります。でそれは判決の16ページというところになるんですが、16ページの下から5行目ぐらいなんですけれども、インターネットを利用するジャーナリストは取材発信方法が多種多様で人数も多く、屋上取材を認める合理的基準の設定が困難なだけでなく、管理に従わない行為があった場合や事故が起きた場合の責任問題は明確ではないと。でこれは記者会の主張なんですが、その指摘通り、記者会がその構成員とする新聞通信放送各社に比して、インターネットを利用するジャーナリストは多数かつ多様で、建物を占有管理する被告記者会としては、これらのジャーナリストに対して一定の基準を設けるべきだというような流れになるわけですね。でこのインターネットを利用するジャーナリストという特定の仕方なんですけど、私は非常に 全近代的な判断だなと思ってまして、今ほぼ全ての大手メディアさんも当然インターネットを利用しているわけ でその新聞通信放送とインターネットメディアというものをどこで区別するのか、実はかなり不明確、曖昧になってきていると思うんですね。でこの点についてこういうふうに画一的に既存の新聞通信放送メディアとインターネットメディアというのは何か違うメディアなんだというふうなことを前提とした判断がなされていると、これは私は今の時代に大きく逆行するような問題のある判事だと思ってますので、これはしっかりと控訴審で是正してもらえるよう頑張りたいなと思っています。使用基準を定めて使用を許可すると、許すという可能性を理解したんですが、それは正しいんでしょうか。そう私たちは読みたいと思っています。で少なくともですね、ここの認定というのは記者会が不正な動機、メディア、インターネットメディアを排除したい、ただただ自分たちの既得権益を守るためにインターネットメディアを排除したいというような不正動機は認められないという認定の根拠として扱われているんですね。つまり当時は基準がなかったから、基準がない以上インターネットメディアに対してある程度一律で排除してしまうのも当時はやむを得なかったとという認定になっているので、それを裏返して言えば、今なおこれ問題だったのが2年以上前ですから、今なお基準がない、そしてその基準に基づいてインターネットメディアを受け入れてないということは、やっぱり排除する目的があったんじゃないかと疑われても仕方ないですよねという流れに、判決としてはある種のメッセージを送っていると我々は 全開しているわけ で、そうするとこの判決を受けて記者会としてはインターネットメディアに対してどう開放していくのかという基準を、やはり早急に打ち出すべきですし、これは本当であればもう2年前提訴の段階から打ち出すべきだっただろうと、それが改めて浮き彫りになったんだろうと、そう考えています。国側の言っていることは国会記者会ということが相反していると言われていたと思います。最も違うのはですね、そのこの建物を国はどこまで貸したのかということなんですね。でこれ記者国の側は あくまで、当然広報用の事務室として貸してますから、各建物の部屋だけを貸していると言いたいわけですが、記者会は屋上も含めて借りていると言っています。で
その帰結というか、まあ、延長として、記者会は自由に屋上で、まあ、取材をさせてたわけですけども、国は屋上で取材をさせることなんていうのは認めたことはないし、認めるつもりもなかったと言ってるわけですね。でこれはやはりまあどちらかが嘘ついてるというか、事実としてはおかしいだろうと思っていて、で明らかに記者会のメディアの人たちが屋上に上がって取材をしてたということはもう報道を見れば明らかなわけ でそれはもう衆議院も当然知ってたと思います。でそれをまあ衆議院としては知ってたというわけにいかないので、知ってたらなんで止めなかったんだって言われちゃいますから、知ってたというわけにいかないので知らなかったと言ってし、それは認めるつもりもなかったと言い、で、まあ、そこを裁判所はなかなかどう判断するのかなとこちらは楽しみにしてたんですが、あんまりそこについて踏み込んだ判断というのはなかったかなと思っています。ただいずれにせよ判決はその記者会が、屋上で取材をしていたり、でまたいくつかの記者会加盟クラブ加盟メディア以外のメディアには特別に許可を出してたりしたんですけども、そういった許可を出して取材を認めてたことはに、まあ、に認めていますので、まあ、そこはやっぱり実態としては記者会が自由に使って他の人にも使わせたということは裁判所も認めたんだろうなと思います。